皆さんこんにちは、スーパーシオタンことしおりです。本日はですね、福富町の夜に久しぶりにやってきたんですけども、今日は新しく福富町にできた韓国料理屋さんに行きたいと思います。それがどこかというと、こちらラオンというお店です。こちらね、よくこの福富町の通りを通る人だったらわかると思うんですけど、ブックオフのところからちょっとこう入ったところが、福富町の通りの一番最初の大きい交差点のところにある大きいお店です。ここ結構何回か入れ替わってて、なんか定着しなかったんだよね。なかなかそのお店が一つ一つ長くやることがあんまりなかったんだけど、なんか今回結構大々的にオープンした感じがあるので、ちょっと期待して行ってみたいと思います。私はね、まだ一回も行ったことないんで、皆さんと一緒に店内を見ていきたいと思います。それでは早速、よいしょ。わー、すごい。ハドマッチョ夫婦。え、今日ね、アニリオパがどこ、ここでいい。ヒラメと1個、タイと1個。価格は어떻게か。マダイ、マダイ、スズキ、マダイいいですか。ヒラメもある。ヒラメもあるし。はい、というわけで店内に入ってきたんですけども。びっくり、もう超開放的で明るくて、もうお席もたくさんあって、席もね、座敷があって、こう半個室があったりとか、ソファー席がほとんどだから、こう全部ちゃんとしっかり分けられてて、でもそれもいい感じ、ちょっと高級感のある空間ですね。で、ここなんと韓国のお刺身も食べれるので、ちょっとこれ他のお店にはないような感じがここでは楽しめるかなっていう感じです。これなんかね、ちょこっと出てくるんじゃなくて、本当に韓国スタイルで、お値段見たらわかると思うんですけど、一匹丸ごとを全部さばいて、その大皿で出してくれる感じだから、今日ママさんと2人で来たんだけど、本来は、まあ、4人ぐらいで分けて食べると本当は一番いいやつですね。すごい高級感のある感じ、伝わりますでしょうか。パンちゃんもこんなにたくさん出てくれた、全部美味しそうです。あと今日はママさんにも来ていただいております。久しぶりすごい氷、シャリシャリの氷が乗ってる。美味しい。チャーハン国の味、美味しい。ほんとなんか元気出る、シャキッとするわ。手作りキムチだって、全部。わあ、なんか高級感のあるメニュー。ここはやっぱりね、まずお肉、普通に焼肉が食べれます。本来はサンギョプサルもあるし、こういう味付け豚カルビとかもあります。これね、こういう普通の焼肉もあるし、こういう前菜系もね、すごい種類いっぱいあるね。納豆チャンジャとかある。私が好きなコーナーはこちらでございます。おっさんプルコギうわ、美味しそう全部。で、ママタン曰く、前ポッサム食べたんだけど、ポッサムがすごい美味しかったんだって。お肉がとってもね、柔らかくて、結構グルメというか、味にはうるさい方ですから、ママタンが美味しいということは、相当美味しいんだと思う。あと鍋、あるメニューとしては他の韓国料理屋さんと同じ感じなんだけど、値段は他のお店と同じぐらいにもかかわらず、すごい雰囲気も高級感があるし、このパンちゃんの感じからして、すごいなんかちゃんといい料理が出てきそうだなっていう期待感がめちゃめちゃある。何よ、恥ずかしいんだよ、恥ずかしいんだよ。カニと同じだよ、カニと。こんな偶然あるんですね。こっちはワンガルビってのが一番有名。有名、ところがカルビが、ワンガルビは骨が出てる。ちょうど味も美味しい。うわー、カルグクスとかもある。ここ海鮮がさ、有名だから、ヘムルカルグクス、美味しそうだよね。ママさんと同じ故郷、ふるさとなんですよ。チョンラドの様子っていうところで、もう韓国のすごい下の方、港町なんですね。そのチョンラドの様子の人たちっていうのは、こう普段から海鮮をよく食べるから、お刺身
とかの美味しい味よく知ってるの。だからここでお刺身を出すってことはそれなりにちゃんといいものを出してるはずなの。だから、一番だというの知ってる？うん、私は知ってるけど、知ってましたか？すごい、すごい目で今、知ってる？って言われたけど、向こうの人、背中の人を使うと、そこはもう安心。うんうん、聞いたことある。そうそう。ありがとうございます。このおすすめのワンガルビースープが来ました。確かにこれは美味しそうだし、なんか映え。姉ちゃん美味しそうです。いただきます。まずスープから。じゃあ久しぶりなんか美味しい食べたって感じで、うーわ、うん、まめっちゃ美味しいね。うん、めっちゃ美味しい。これは絶対食べるべき。マジ美味しい。とっても美味しいです。めっちゃ美味しい。うん。私韓国でもさ、結構ハムって言って韓国の牛肉を出すいい焼肉屋さんがあるんだけど、そこに行くと焼肉は高くて頼めないけど、学生だった私でも頼めるのがカルビタンだったの。いい焼肉屋さんでもカルビタンは大チョノンとかで売ってるの。大チョノンとかそのぐらい。だからそういうところでよくカルビタン美味しいの食べてたんだけど、そこに匹敵する味がします。美味しい。皆さん朗報です。ここでを見たって言ってくれれば、ラオンママがサービスをしてくれるそうなので、チヂミとかくれる。ちょっと皆さん一言ぜひ言ってみてください。ありがとうございます。すごい。アシスタント、すごい、すごい、すごい。お刺身がね、なんか今注文が殺到しちゃったみたいで遅れてるので、先にちょっとこちらを食べて待ちたいと思います。すごい、もう超チーズだ。すごいよ、もう下の生地とチーズの分厚さ同じぐらい。いただきます。めっちゃ なんか大きい鍋来た。今余ったニンニクとコチュー入れて。えい、うまでした。うん。うんうん。
うん、できるんですか、うん、すごい、うん、でチビカチがさ、豆腐を入れて、うん、いろんなもの入れてもいいから、うん、煮込んで食べれば、うん、この中でうどん入れてもいいし、うん、あ、大体お刺身頼んだらメンタンがつくところが多いんだけど、余ったお刺身とかを入れたりします、うんうん、いろいろ入ってるね、うん、みなりでした。あ、みなり。あ、さっきのヒラメね。うん、ヒラメか。なるほどね、うん。これから寒くなるじゃないですか。この冬とか秋とかに食べるこのメウンタン最高なんだよな、うん。あとお酒の後のメウンタンも最高。うん、あ、キリッとした辛さだから。うどんに来る。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、というわけで食べ終わりました。もうめっちゃ美味しかった。美味しかったし超いい人。というわけで、新しくオープンしたランオンさんというところに行ったんですけれども、もう想像以上のお店、しかもこの辺にはなかった開放感のあるすごい広いお店なので、いろんな使い方ができるなと思いましたので、皆さんもよかったらぜひこのオープン初期の時に行ってみてください。というわけで本日の動画を見てランオンさん行ってみたいなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録、それからコメントもよろしくお願いします。それから私インスタグラム、ツイッター、TikTokもやってますので、よかったらフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。